IC2944 は、ケンタウルス座のケンタウルス座ラムダ星の近くにある、寄線成分を伴った、三回星団である。ケンタウルス座ラムダ星成分、またはその形から走る鶏成分と呼ばれる。星形成が盛んなボックグロビュールを含むが、IC2944 のどのボックグロビュールでも、星形成が行われている証拠は得られていない。 右のハップル宇宙望遠鏡による画像は、1950年に南アフリカの天文学者、デイビッド・サッカレーが発見した一連のボーク・グロビュールの拡大画像である。これらはサッカレーのグロビュールとして知られている。サッカレー、AD ・ウェスリンク、AJ、A、ォートメトリックスペクトラスコピック、スタディ・オブ・ザ・クラスター IC2944。 んらす131、13 121、1965、アブストラクト、ハットカリーナセウンとパラナル天文台、ナショナルジオグラフィックニュースハットアストロン、アストロオフィス、327、1185、1997、サッカレーエリー、サムサザンスターズインボルブドインネビューラシティ、ンラス百十110、529、1950、アブストラクト。ありがとうございます。